ったね。映ったね。やば、これも始まったの？始まってる。はい、始まってんすか？始まってるよ。始まってんすか？始まってるよ。いや、喋んなきゃ。さあ、今日も始まりました。クラブレオ水木の今夜は寝かさないと。なんでやねんお前。クラブレオのやりたい放題。イエーイ、寝かさないと。はい、ね、はい、始まりました。はい、自己紹介しようかね。はい、はじめまして、クラブレオの、一ノ瀬春です。よいしょ。はい、で、じゃあ、はい、あ、僕ですか？あ、どうも、クラブレオの水木です。うい、普通やな。普通やな。勢い、勢いで、ね、こう笑い取らない、やっぱり。はい、そうだ、笑い取った方がいいね。あ、どうも、クラブレオの立花です。いや、そのままやないか。はい、はい、ね、僕ちょっと久しぶりなんですけど、速攻アンケート行きたいと思います。早っ、はい、早っ。うち、僕とね、立花亮君はこの水木ってやつがすごい好きなんですけど、この見てる人はね、はい、行きます。この水木はこの今のニコ生に、はい、いるかいらないか。はい、どう。いやいやいや、はい、どうぞ。えぐいな、はい、水木はいるかいらないか。えぐいな。そう、それ、うん、そうっすね。もういらない、いらない、いらないが 80% ぐらいあってほしいんだよね。まあこの絵面に水木が必要かっていう。いや、いるかな。この絵面にね、水木がいるかいらないかね、聞いてくれない、ね、それをやっぱやってもらわないと。いや、水木の巣に点々じゃないですよね。なんか髪の毛切ったらなんか一光さんみたいにされたんだけど。あ、俺 LINE の ID 間違ってるんですよね、これ。水、ん、み、これ、ウィングの方になっちゃってる。いやいや、俺カオルってなったんだよ。いやいや、全然違うよね。カオルさん、これカオルさんの ID。 カオルさん、はい、はい、これアンケートなんか出るの？アンケート今やってるんすか？水木はいるかいらないか。これいらないが 80% ぐらい欲しいな。お願いします、姫様。ちょっとやりたい放題に、やりたい放題に、お願いします。そこは、いや、俺はいると思うけどね、はい、お願いします。ちょっと水木はいると思うけどね。はい。うわ、なんだよもう。なんでやもう。何だよ。乾杯。めっちゃ普通やんそれ。うい、こういうのが一番突っ込みづらいんですよ。いや、でもね、俺思ったんだよね。まあ、今いるが 60%、まあ、半分以上あるわけですよ。はいはい、まあ、なんか必要とされてるというかね。はい、まあ、ホストやっててよかったなって思うわけですよ、私は。確かに。はい、うん、はい、ということで今日のね、トークテーマ、はい、何にしますか？はい、結構際の際攻めるやつ持ってきちゃったんですけど。いいですか、今日のトークテーマ。じゃあ俺からいくね。はい、ホストやってて、良かったこと、良かった瞬間。うん、うん、俺から行こうか、それは。あ、じゃあ亮から行く。亮から。ホストやってて良かったこと、良かったこと。ホストやっててマジ良かったなみたいな。俺本当にホストで良かったなみたいな。うん、確かに。あ、じゃあ俺から行っていい？いいよ、亮から。亮から。普通のでもいいよ、普通の。いや、めっちゃ普通なんやけど、うん、なんやろね、うん、女の子、うん、と、うん、いや、これ言ったらいかんな、これ。いいよ、いいよ、いいよ、言っていいよ、言っていいよ。いや、そんな女の子好きじゃないのかなと思って、多分、本当に。あ、そうなん？好きじゃないけど、うん、まあ、克服できたっていうか。へぇ、女の子嫌いよ、うん、まあ、嫌いよね。へぇ、喋れるようになった、初対面のね。あー、初回とか、あれや、めっちゃ普通やね、これね。いや、でも兄貴プライベートで普通落ちの感じやろ。あ、そうそう、それでいこう、それでいこう、それでいこう。え、なんだろうな。いや、俺はバースデーっていうのが多いな。あ、そうだね、バースデーやって、うん、俺本当にね、貯めたことがなくてさ、お客さんとかをね、お金を、うんうんうん、で、まあ結構まあいい数字でまあ祝ってもらえて、うん、
まあ給料いっぱいもらえたから嬉しかったかな。えぐー、下がるバーガー。えぐいですよ、儲かった。えぐいですわ。いいねそれは。えぐいですわ。カツミ落ちは僕ですか。いや落ちはって言われてから落ちるのか。まずお前ホストやっててよかったことある？おりますよ。いや全然おりますよ。何言ってんですか。いや僕あの結構、うん、妹レイプされたとか。いや誰やべえやつじゃねえかそれ。誰やったの、うん、あ多分あのね、ハル、うん、さんもリョウさんも見たことあると思うんですけど、あ、まあ、僕のホストやる前の写真、うん、はい、まあ、あんなんだったもんで、うん、やっぱ女の子と一切絡んだことなかったんですけど、うん、はい、男子校だったしねっていうところで、うん、あ、そうなん、はい、はい、確かに初めて、生まれて初めて女の子と喋りました。え、どういうこと。はい、喋ったことなかったんですよ女と。はい、嘘つけ、嘘つけよお前、本当嘘つけ、ほんとに、もう一回言ってください。ガルチン、ほんとです。何大好き、何大好き、勝ち目っすよ、おい、これだ。いや、これ P 入んないね。あ、でもリアルにでも良かったこといっぱいありますよね、やっぱり。そうだね、やってなかったら出会わなかっただろう人たちとたくさん出会ってたんで。あ、まあね、良かったです、それは、ほんとに。はい、なるほどね、そういうことね、はい。まあ、逆に、ホストやっててすごい辛いこともあるんだよね。うん、ありますね、うん、辛いことね。辛いことってやっぱ多いじゃん、まあ、たまにね、うん、めっちゃ普通やけど。俺なんかね、すごい楽しい時とすっごい辛い時の両極端なんだよね、うん、ホストやってる時って、うん、あるね。そうだからまあホストやってて逆にもうめっちゃきつかったこと、多分ご飯食べれない。あー、寝れないね、寝れない、寝れない、はい、その2つや、俺は大きいのはね。確かに、三大欲求ですからね、うん、そうだね、ご飯食べたいもんね、はい、好きもないやつやるみたいなね。それは今のピー入らないよ。今の入らないよ。ついですよ、うん、時間的にご飯食えないっていうところですね。今月も春ナンバー、そうね、一番きついのはやっぱ今月ナンバーワン取れないことかな。なんで取れないの。嘘つけ。絶対取るでしょ。絶対取るやないですか。うん、ちょっとね、本気出そうかなと思って。はい、本気出して、うん、売り上げの話はやめましょう。売り上げの話はやめよう。やめましょう、ね、はい、うん、やっぱりちょっと水木だけが浮いちゃう。そうそう、はい、誰がヘルプキングや。やめろやめろ、うん、そう。いや、俺きつかったことかな。なんだろう、やめたかったことでしょ。俺ホスト18から始めてさ、地元で静岡の時に、でもう入店2ヶ月でバースデーをやらされて、はい、で、やっぱ頑張んないといけないじゃん。で、変なクソババアみたいなやつに、はい、私めっちゃお金あるよみたいな、あなたは今月ナンバーワンにさせますよみたいな、ヤオーみたいなババアみたいな。あー、すごいじゃないですか、いいじゃないですか、羨ましい。その時ね、150万、ま、200万ぐらい、まあ、賭けをしたんだよね。はい、あ、で、明日持ってくるからっつってて、全然連絡来ねえの。ババア、ババア、こいつ埋めたのかなと思って。埋めたのかなこいつと思ったんだけど。え、歌舞伎町ですかそれ。あ、静岡、あ、マジですか。そうそうそう、静岡にそんなババアいたの。ババアいてさ、ひでえな、どうしようと思って。入金日でさ、連絡なくてそのまま飛ばれて、俺ら18のホスト始めて2ヶ月でマイナス200万近く追って、借金を。そうそう、やばめなかった。そん時にマジでやめようと思って、やば、まあ、全部返してさ、はい、もうめっちゃきつかった。もうその時が一番やめようと思った。でも全部返せたの、うん、返した返した返した。だからそっから先売れてっていうところで。めっちゃきつかったわ。水木給料ないもんね。はい、はいはいはい、はい、って言うんだよ。ほぼないやっぱり給料ないですよ。やっぱりあるよね、そういうのは。水木は辛かった。辛かった。いや、今一番辛いんですよね。あ、確かに。ホストやってて、ホストやってて。ちょ、説明してあげて、聞いてないから。お前の状況知らないじゃん。あ、じゃあ今の、うん、じゃあ水木の現状について説明いたします。うん、まあ今6月なんで、2ヶ月ぐらい前からですかね。うん。まあお客さん一人もいなくなっちゃったんですよね。諸事情ありまして、はい、それはあんまちょっと言えないんですけど。うん、で、まあ今すごい、なんか、でもやっぱ自分にできること頑張ろうと思ってヘルプに使わさせていただいて、でめちゃめちゃ酔っ払って毎日仕事した気になって、後輩に俺がいねえと店回んねえよっ
ってどやりながら帰る。ことしか自分の存在意義を見出せないみたいになっちゃってるんで。で毎日本当にあの、はい、俺か涼かが場内でそれで生活するみたいな。だから場内のバックで生活してるみたいな。場内バックで生活してるんで、いつも刺すもん本当に、ヘルポーだね。ヘルポーだね、はい。いつもありがとうございます本当。はい、助かってます。まあでもみんな水木のこと好きじゃん、うん、お客さんもさ、俺らもさ嬉しいですけど、でもなんかお金持ってるオーラ出てるよ。ああ、分かる分かる分かる。持ってないオーラはないよね。だけど、立花の兄貴がね、立花亮さんが僕のお金事情を管理しようとするんですよ。え、なんで？お前、ぶっちゃけお金いくらあるみたいな、ちゃんと把握して、そうやっぱガチガチに固めとかガチガチに固めとか。逆にさ、まあ、把握するじゃん、亮がね、うん、水木は亮の給料を把握するの。あんま教えてくんない。それは教えないよ、はい、え、じゃあ俺に教えてよ、今月いくらだったよって。いや、それはあれやろ。それはあれやろ。今日な、今月750万給料あったよって。そっけ、そんなすごいわ、それだったら。はい、そうなんですよね。水木のエースになりますって来てるよ。え、なってよ、うん、よかったね、やっと。じゃあ水木はエースはいくらなの、逆に。まあさ、あのホストホストでさ、やっぱりこう、はい、ね、はい、エースのあれが違うわけじゃん、はい、基準というかさ、はい、いくら？僕のエースの基準ですか。月にまあなんやかんやでいっぱい飲み来てくれて、うん、20万ぐらい使ってくれたら。まあ、お前帰れやん、もうホストやめちまえやん。ホストやめちまえ。いや、なんかこのね、みんなこういいっすよね、そんぐらいでみんなこうなんか仲良く、みんなが仲良くなりたいよね。水木のやつ30円あ、30円じゃ無理かな。やっぱ最低料金で1万6000円ぐらいいっちゃうから。はい、まあ、みんなは仲良く行きたいよね。はい、うん、やっぱりこう、はい、みんなが仲良くて、はい、本当にこの世の中戦争がなかったら、はい、地球はもっと丸かったのかもしれない。いや、思想強っ。思想強っ。なんか仲良くなったらなんか男としての器でかっ。びっくりした今。あ、そうか、ちょっと思想がでかくなった。思想が強くなった。ナンバーになってから思想強いんですよね。思想が最近強くてさ、思いがすごい強くて。そうなんですよ、うん、すごいな、水木だけ手振って出てこないのすごいっすね。やっぱり顔か、やっぱ顔ですね。いや、水木俺めっちゃかっこいいと思うけどね。ほんとですか。かっこいいし、はい、めっちゃ喋れるし、はい、お酒飲めるし、はい、悪いとこないよ。悪いとこないよ。本当ですか、うん、悪いとこないよ全然。いや、リアルにマジで悪いとこはない。なんでこういう、なんだろうね。どうすか。あ、かつみ中止だって。ちょ、アップで中止して。じゃあ中止、中止するか一回。とりあえずね、とりあえずね、うん、とりあえず中止よ。あ、マジか、画面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 。カツミもコメント止まったわ。水木ケツミして、水木ケツミしてだって。このままで俺最後らへん全裸になってるけど大丈夫。最後でもさ、うちケツベチやねんって。誰やねんお前。もう NG コメント誰やねん。誰やねんお前。これ言ったろ、なんか変なこと言ったろ。はい、今夜は寝かさないとなんで。今夜は寝かさないとだからね。寝かさないとなんで。深夜番組ね、これは。はい、深夜番組なんで。なんかないの、もうアンケートみたいな。ポストやってて。いや、だってアンケートやるじゃん。はい、もう量が独占するから。そう、嫌なんすよ。そう、嫌なんだよ。いや、そんなことないよ。あ、ホストはやって辛かったこと言っていいですか、もう一個。いいよ。あ、言って言って。僕やっぱり、りょうくんと仲いいっていうのもあって、付き合いも長いしで、やっぱ一緒に初回に着くっていうのあるんですよね。でその時に2人組の女の子についてるのに2人ともりょうくんに。かっこいいな、おい。なんでこのタイミングでやったか分かんないけど。俺もなんでこのタイミングでやったのかなと思ったし、喋ってるんで。2人とも女の子はりょうくんのかっこいいになって、なんか俺お酒だけ着くと終わっちゃうっていうのがやっぱ辛いですよね。やっぱ顔だけで判断される。え、でもね、俺りょうめっちゃ可愛いなと思うのが、はい、こう一緒に着くじゃん、はい、で、あ、りょうくんかっこいいみたいなこと、あの間ら辺に入れるじゃん、はい、そう、前半はめっちゃ喋ってんの、うわー喋ってんの、はい、めっちゃがついてんの、かっこいいとか言われた瞬間もうなんか
ほんま？もうそっから全然喋んねえの。ありますね、たまに。もう全然喋んねえもん。何言ったいか分かんない。でもこの前かっこいいねって言われても、分かる。もう何喋っていいか分かんない。リクエストとかもう喋れなくない？言えない。すげえ分かるそれ。この前りょうくんがかっこよすぎて泣いてる女の子いましたからね。やば。まあそれ置いとこうよ。それ置いとこ。それ置いとこうよ。まあそうだね。かつみ浮気しないでねって書いてあるね。うん。かつみ今から浮気するから CM。バーラちゃんの口癖、クマの御堂に蜂蜜龍馬、ゆうすけなるきに青い水木、夏木に香るにもろはの剣。ああ、クマちゃんの言う通り、ああ、ナオピーにゃかなわない。レイさんは本当いつもかっこいいな。当たり前でしょ。私はここに通ってるのはレイがいつもかっこいいのは俺じゃない、俺のお姫様。やめられない、止まらない。 BS グループ全然違えとこカメラ行っちゃった。あれ？これ？あ、横のカメラのやつ。はい。はい、ということで始まりました。今夜も寝かさナイト。もういいんじゃんそれで。あ、なるほど、寝かさナイト。それでよくね。ということで、うん、まあ寝かさナイトということで。誰を寝かさないの？いや、もう見てる方々を寝かさないんで、うん、今日僕たちの話聞いても寝れなくなっちゃうんで。はい、なるほどね、うん、ということで始めましょうか。そうだね。クラブレオの怖い話。下手かお前。下手かお前。まあね、夏だしね、怖い話、そう、まあ、実体験とかね、はい、お話していこうかなと。はい、はい、いろいろある。こないだ水木とね、怖い話ずっと喋ってたらめっちゃね怪奇現象起きて、はい、やばかったね。めっちゃ怖かった。超怖かったよね。それ言ってよ。はい、いやそれはね、あれかな。じゃあどうしようか、はい、誰から行く？それ言えないか。はい。結構か。じゃあ俺から行くね。俺から。はい。いやこれ実はなんだけど、18ぐらいの時に3人組でね、まあ、ステップワゴンで車取ったってやつがいたから、じゃあ樹海に行こうってなったの。富士の樹海ね、うんうんうん、はい、で、まあ、あそこ山梨の国道なんだけど、山梨の国道走ってたらもうトラックとかいつもめっちゃ通ってるのに全然通ってないのその日で。うわーみたいな、なんかやだなーみたいな、稲川淳二みたいになってなんかやだなー、怖いなー怖いなー怖いなーみたいになってきて、はい、怖いなーみたいになってて、で、そしたら一人なんか変な女みたいな人が立ってたので、もうそれ普通に霊とかじゃなくて、はい、まあ地味な格好した、まあ、髪長いよ、うん、おばさんみたいなやつがいて、気色悪いみたいな、え、何やね何やねみたいなことで、徐行運転でこうバーって遅く行ったわけよ、うん、で、ね、こっちバーッ走ってきて、またドン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 ってやってきて、うわ、おばさん、普通の人間、普通に人間、はい、が、うわ、怖っと思って、はい、なんだみたいなことを思って窓開けて、え、なんすかみたいなことを言ったの。そしたら、まあ自殺サイトで知り合った男と、富士の樹海で出会って一緒に死のうと思ったんですけど、いきなり首絞められて怖くなって逃げてきました、助けてくださいみたいなこと言ってきて、怖っと思って、ああ分かりましたみたいなこと言って U ターンして、まあ、コンビニ行って、店長にこういう話なんでちょっとかくまっといてくださいみたいなこと言って、かくまっといてもらったので警察呼んで、でその時俺18だったから職質受けるの嫌だなと思って帰ろうってなったの、ね、で、まあ、かくまっといてもらえなねみたいなこと言って U ターンしたの。そしたら、まあ、1、2分後ぐらいに変なバカなやつが、もう一回樹海行かねみたいな。もう一回樹海行ったら多分やべえよ、みたいな。答え始めて。それやべえよ。危ないなぁ、それ。もう行くみたいな。行っちゃうみたいな。
なんかやだな、怖いなと思って。やっぱ出るんだね、毎回。毎回出る。で、行ったわけ、戻ったの。で、コンビニ通ったの。そしたら、いなかったの。その女の人がね、コンビニに。あ、中にかくまってもらってんだろうなみたいな。うん、こと思って、まあ、樹海行ってさ、樹海になんか看板みたいなのあるじゃん。ここから入んなよ、みたいなやつ。ライトバーンって言ったら、さっきの女が知らない男に腕つかまれて、ぐわーって樹海の中入ってたの。怖っ！で、こう、俺らも怖いじゃん。うん、中行く勇気もないし、で、ブーってやって押して、ああおいおい、何してんだよみたいなこと言ってたら、もう問答無用に引っ張ってる、はい、でもどっか行って、で、警察電話して、はい、じゃ早くしてくださいみたいな、そしたら、あ、分かりましたみたいなことで15分後ぐらいに行った。で、中見たんだけど、あの、もう見当たりませんみたいな。で、あたち何したのみたいな。いや、心霊スポット行ってたんですよねみたいな。で、まあ分かりました、帰りなさいよみたいなことで帰ってさ、コンビニの、うん、コンビニ行って、うん、何してんすかみたいなこと言ったら、うん、あの旦那さんが嫁なんで連れ戻しに来ましたみたいなこと言ったんですよねみたいなこと言って、あ、そうなんですかって言って帰ったの、うん、俺らはね、うん、で、よくよく考えたら樹海の道あんの、うん、とか国道の道車1台も通ってなかったの、うん、バイクもないの、でましてチャリもないの、うん、で、なんで俺らがそのコンビニに行ったのかも知ってるのかもわからないし、俺ら 1,2 分で戻ったじゃん、うん、どうやって連れ戻したのかもわかんない。そうですよね、よく考えたら車で樹海戻ってんのに、そう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 、さっきコンビニにかくまってもらったのに先回りで行ってるわけがないんですよ。だからめっちゃ怖い。やめよ、以上です。以上です。やめよやめよ、一郎さん以上です。いやー、よかった。おい何やねん、その、なんだっけ、その、なんだっけ、本コアのやつ、本コアのやつやんけ、本コアの口紅の、はい、本コアの口紅、はい、はい、いや、普通に超怖くて、マジで本当にネタにしてはちょっと怖すぎる。おしっこ漏らしそうになっちゃって寝れなくてさ、まあ、その時男3人で川の字で寝たもん、怖すぎて。その、だから、おばさんっぽい人自体もそうおかしいんだ。そう、あっちの人、あっちの人、二人ともあっちの人、生き量、生き量なのか、なんなのか、うん、その樹海のおばさん見てる。いいな。いや、いいやったー。来たやばい。あ、寄ってくるから。すいません。寄ってくるから、そういうの。すいません。怖いな、怖い。でけえ。どうすんどうすんで、ふわーっとかなったら。バーン。そう。いや、寄ってくるって言うんだよ、ね、うん。怖いよ、ね。怖い話、寄ってくるよね、本当に。寄ってきますよ。寄ってこさすじゃん。あ、ありがとうございます。俺だ。俺ありますよ、怖い話。あの、っていうか、言っていいですか、ぶっちゃけこの怖い話今日しようよって話昨日してたじゃないですか、うんうん、で、何もないなと思ったんだよね。はい、昨日寝たんすよ、はい、寝たんすよ、はい、リアルに俺金縛りだったんすよ。ええー、怖っ。あ、サングラス落ちた。マジ怖リアルに豪快になった。で、そのなんか金縛りもなんか疲れてる感じじゃなくて結構ヤバめな金縛りというか、う感じだったんすよね。おで、なんだかやだな、怖いなと思って、なんかやだな、この扉怖いな、怖いな、ガラガラ、うわぁそこまではなかったんですけど、寝るじゃないですか、で体動きません。でも俺やっぱ怖いから目開けられなかったんですよね、うん、目開けたら絶対いるような感じがしたんで、そしたら頭撫でられた。誰に？誰もいないですよ、部屋には。まあ、そんな、いやそんなあるか、本当にそんなあるか、ちょっと撫でるっていうか、なんか一瞬あの言いそうやな、それちょっと。なんで言うねん、怖ってなって頭撫でんだよ。いや、わかんない、なんか大丈夫だよ。それ多分、はい、お地蔵さんだよ。いい方の、それ多分お地蔵さんだよ。パッて目覚めたんですけど、そう怖いんですよ。いや、そこのスタジオには霊いないよって、見えてんすか、一人一人いるんですか、霊感ある人。金縛りで犯されたことある。本当にやば、それが初体験だったらいいね。怖いんですよ、本当に。ここら辺に来ないから、後ろ、あの幽霊バッサンみたいなね。でもこういうのに映ったりするやつありますよね。俺そういうのよく YouTube で見ますよ。え、マジ、はい、あ、でも YouTube ってマジで映り込みやすいね。そう、こういうなんか、え、そうなん、やめと、はい、やめとこうか、じゃあ。こ、え、怖がりなの。いや、全然俺、量が怖がりだったらちょっとやだわ。全然ありそうっすけどね。でも1回ぐらい映していいんじゃん、もう、あの、幽霊。あー、ね、確かに1回ぐらい多分。そしたら今一瞬消えたかと思った。
これがなんかホスト番組じゃなくてなんか心霊系のやつでなんか取り上げられるんですよ。実際に映ったりそう、後ろの黒い影通ったみたいなので、めっちゃカツミ、カツミ、カツミピタ影って言ってるよ。いやいやいや、ピタ影ピタ影はいいですよ。Gドラゴンになっちゃう。目が一瞬消えたよね。え、やめて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 、俺だけ、俺だけなんか一瞬消えた気がした。マジですか。うん、そうなったらやばいね。ねえ、始まった、始まってるんじゃない。たたたたた。怖い話もう一個あるんですけど、はいはい、聞いた話なんですけど、はい、行きましょう。渋谷とかよく買い物行くじゃないですか、うん、で渋谷のスクランブル交差点あるじゃないですか、うん、うわーって人向こう側からも歩いてくるし、こっち側からも歩くじゃないですか。え、携帯、ね、本当に消えたんだ。え、マジやめてよ。てか寮の後ろの人誰。やめろ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 って怖いよ。やめろってマジで怖いよ。で、まあいいや、スクランブル交差点が何、人バーいる中に、うん、絶対一人はいるんです。マジで。いや、それ多分もうあのギャル王すぎて黒すぎて多分影になってもう幽霊に見えてるだけ、それギャル王が。そう、本当にっていう、なんか俺都市伝説かと思ってた。それよくあるじゃん、そんなよくあるじゃないですか。で、今日なんか部屋目のお姉さんにその話してみたら、私それ本当に一回なったことあるって言ってて、やばー、こうなってぶつかりそうになったんで避けたんですって。でも避けきれなくて急になんか視界に入っていたもんだからぶつかっちゃったと思ったんですって。で避けたんですけど、避けてぶつかったと思った瞬間にぶつからなくてもう後ろにいたんですよ。もう首痛くなってきたわ、もう渋谷行けないわ。えっつってもう後ろにいたんですって。やばー、そういうのあるらしいんで気をつけた方がいいんだよ。え、すんないかな。春の顔、左半分消えてみるの。左半分消えてる。髪の毛やわ、髪の毛やわ、ほら。怖いよ、怖っ、怖くなってきちゃったな。水木、幽霊一発芸来てるよ。幽霊、あ、1分前だから幽霊一発芸してよ。はい、いいっすか。寮、うん、広報ミーティング嫌いなの、絶対従業員やろ。絶対従業員やろ。幽霊かつみ横って言ってるよ。ダメダメ。本当にビビりなんで、本当にビビりな、そういうの。本当に幽霊一発芸とかもう考えられず、俺本当に苦手なんで。後ろ後ろ後ろ、危ないな。もう怖いわ、本当に。怖いよ。なんか今日30分めっちゃ早い感じだわ。確かに今日楽しかった。もう終わりな。今日楽しかったね。もう終わりか。いやー怖いな。そうだね、ホストクラブ出るって言うんでね。ホストクラブはね、人が集まる、いいとこだから。はい、はい、はい、ありがとう。来週はあの黒崎仁さんが誰か連れてくるから。はい、じゃあねー、今日はありがとう。なんで暗くした。怖い。なんで暗くした。怖い。怒っている感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことにさえ笑っていたろう。さっきまで使い込んだ仮面を舐め、キャラクターに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。